本日ご紹介するのはコンクリートの霊廟です。床、壁、屋根がセットになっている素敵な建築物ですが、大きな問題がありました。あ、なんか作業台違うの作れる。うわ、これかっこいいじゃん。こっちにしよう。あれ？家具がブロックされています。コンクリートの霊廟の中には武器作業台、アーマー作業台を建てることはできませんでした。さらにもう一つ、コンロ建てらんないんですけど。コンロを建てることも不可。しかしなぜかクッキングステーションだけは建つという不思議な仕様です。悲しいことばかりではありません。あ、これ置ける。クラフト施設の中で採掘士の作業台は置けます。これはバグだったのか。その真実はコンクリートの霊廟を買った人だけが知ることになるのかもしれません。